これ前にも食べたことあるんですけど、あの死ぬほど辛いです。ってことで今日はこれから出かけます。ってことで町田に来ました。いや今日はかなり天気良くて、まあ、昨日もだったんですけどめちゃくちゃ暑いです。ステーキのお店に来ました。ステーキ屋さんのメニューです。今これ見て違和感感じた人は、まあ、多分英語ができる人だと思います。ということで食べました。で今から奥さんがネイルしたいのでそのお店に行きます。なんかネイルのお店が予約取れてなかったみたいでまた来週になりました。靴買いました。いやこの靴久しぶりにいいと思ったんでもうなんならため買いしたいです。いやめっちゃ暑いです。結局東急ハンズでもちょっとあるものを買いました。まあ、これからちょっと楽しみです。ってことで車に着きました。今日は結局ABC マートに行っていくつがあったので買いました。でもう暑いのでとりあえず家帰ります。まあ、昔はよくスニーカーとか好きでいろいろ買ってたんですけど最近は履きやすいスニーカーずっと履いてる感じで、ね、でまあ1個安くて履きやすいスニーカー買ったらもうそれ履いてそれがボロボロになったらまた同じのを買いたいとか思うんですけど意外とそういうこともできず、まあナイキとかだと昔から エアマックス1とか90とか95とか、まあ、いつも、まあ、毎年のように復刻してるんで、まあ、そういうの買えばボロボロになっても、まあ、同じサイズまた買って同じ履き心地で履けると思うんですけど、でもエアマックスって新しく出ても結構色が派手なのであまり買わなかったんですけど、まあ、でも今回買ったのも一応エアマックスでクッションがすごく良くて気に入りました。まあ、今年の初めぐらいから確か ABC マートに売ってたんですけど昔のモデルの復刻版ですね。まあ、今回結構久しぶりに気に入った靴なので、まあ、毎年同じの出してくれればいいんですけど、まあ、多分それはないと思います。まあ、ちょっとマイナーなモデルなので、ね、いや
あと東急ハンズで買ったものっていうのは、自分は昔から何か作ったりするのが好きで、最近ちょっと前から作りたいなっていうものがあったので、それの、材料とか工具とかを今日は東急ハンズに見に来ました。で、今日買ったのは材料だけなんで、工具買ってないんでまだ何もできませんが、工具はインターネットで安いのを買って、で、それを作っていきたいと思います。ということで家帰りました。で、今日買った靴はこんな感じです。真っ黒の靴買いました。で、なんかこの古臭いデザインと、エアマックスっていうところと、なんかこのサイドに生地がしっかりあって、なんか最近のランニングスニーカーみたいな靴って、なんかここが1枚の生地だけでなんか全体できてる感じで、なんか個人的にあんまり似合わないので、ちょっとこういうごつい の昔から好きなので、で、今回これが30% オフになってたので買いました。